前にさ、開封したこのポーズが決まってるカマキリのガチャ最高だったじゃん。しかし今回はさ、でもこれよりもはるかにでかくて、しかもポーズが決まっていないと稼働するんだよな。あの生き物大図鑑のカマキリシリーズ第2弾が登場。今回のラインナップはさ、全部で6種類で、前回よりも1種多いんだよね。前回1段は5種だったからさ。ではでは早速開封して、俺も全種コンプリートセット買ってるから、確実にコンプは決めてる。やっぱ確実にコンプ決めるんだったらね、コンプセット買うのが一番早いんだけど、まあその分ね、すごく高く作って、でもさ、ガチャでやってもさ、これ被れるからさ、被ってもいいから、まあそう考えると、まあどっちでコンプしてもいいような気がするよね。確実にコンプセットで狙うか、かぶりもゲットしつつ、まあコンプできないかもしれないけど、コンプを狙うかってね、生き物大図鑑、カマキリ、第2弾と、全部で6種、ね、前回と同様さ、腹部膨張バージョンもちゃんとね、あってさ、腹部膨張、前回の面白かったよね、腹部膨張バージョンね。で、これが今回のカマキリ2の、組み立て方と、このシリーズはさ、このカプセルのさ、これもさ、台座になってさ、無駄にならないのがいいよね。この支柱パーツ、アームがあって、下の台座がありますと。で、この台座に、こういう風にね、カマキリをセッティングできるということで、これが熱いよなぁ。石胸枯葉カマキリのダークブラウンに、ライトブラウンでしょ。で、丸胸枯葉カマキリのダークブラウンに、ライトブラウン。で、大カマキリのダークグリーンがダブルあって、腹部膨張バージョンと、あの、通常バージョンということで、腹部が膨らんでるやつがあるんだよね。いや、すごい。これさ、引っ張ってハリガネムシ出せるようになったら、かなり、進化遂げるよね。今回は、ハリガネムシを腹部から取り出せるみたいな。これ、あ、枯れ葉カマキリかな。あー、これは丸胸だな。丸胸、枯れ葉カマキリだ。おー、すげえ、カマかっちょいいぞ。まずは出して、見てみる。この、ボディ、胸部の部分だね。胸部パーツ。いや、カマがすごいね。見て。シャリー。めっちゃリアルに作り込まれてる。これあの 3D スキャンで取り込んで、あの細かくね、細部までこうカマのトゲとか羽のね、こう歯脈の脈の一本一本まで全部ね、細かく、さすが 3D スキャンでね、再現してるんだって。だからこの、うわすげえ、カマの部分、この足先の部分ね、これ伏せつつ、なんかこのカブトムシとかもあるじゃん、ここは全く同じだけど、ここにカマがついてるってね、ここで獲物を捕らえて食べる。すげえトゲついてんな。人間でも痛そうなね、これ昆虫だったら、いやもう命にかかる痛さだろうな、これな。お、体の大きさから考えてもさ、めっちゃかっけえ。丸胸枯れ葉カマキリ。そして、まず頭部から取ってみる。触覚すげえ長そう。段ボールで守られてもね、長すぎて折れないように。まあ、これスルってやれば取れると思うんだけど、スル、おー、ナイロン製の触覚は部品になってんのかな、これ。ボソンガンフェイスをとりあえず、ボールジョイントのこのね、頭部を取る。触覚取れちゃいそうだが、ここ、あれだね、気をつけてつけないとダメだね。できた。おー、すげえ、本物じゃんか。モノホンみたい、生きてるみたいじゃない。シャー、すげえ、丸胸枯れ葉カマキリがすげえリアルに再現されている。ほんと枯れ葉だよね、パッと見。ほら 3D スキャンしてるから、めちゃめちゃリアルに作り込まれている。うわー、すげえ、枯れ葉の羽って感じだもんね。ほんと枯れ葉の羽で、腹部の可動もこう、うわすげえ、芋虫のごとくに動くね。ニュキリ、ニュキリ、ニュキリ、ニュキリ。いや、すごいわー、めっちゃリアル。で、頭部、腹部、あ、胸部、腹部を全部合体して、とりあえず本体、足まだつけてないけど、カマめっちゃ痛いわ、トゲ。これ気をつけないと血出るかもしれない。ちょっと、取ってからの方がいいかも。取ってからはめ込むと。おー、でかいねー、ファーッ、羽を開いた感じ。すげえ、マジ自然界でいたらこれわからんわ。マジ枯葉やんけ。枯葉。マジで枯葉だわ。あとちょっとこっちそっと置いて、足とね、羽があるので、まず羽の方から出してみる。羽。これ 3D スキャンですげえ細かくね。ほら、歯脈のこの、一本一本まで。うわ、すげえ。さすが 3D スキャンの実力だよね。実力。半端ねえわ。一本一本細かい。もう本物みたいだもんね。細かく刻み込まれている。これが羽で、で、これが支えるときに、台座につけるときに支える、ボディを支えるパーツだね。こう、パッとこう、腹部の部分だね。足をこう挟んで、セッティングするんだね。で、足と、
4本入ってるから、これを取り付けまして、中足が、1番だから、これが中足で、で、後ろ足が2番だから、これランナーに番号書いてるから、この2番。まずは中足から、1番から取り付けようかな。1番からニッパーで切り落としまして、後ろ足も差し込みまして、これで足の装着が完了と。うわ、もう本物。生きてるみたいじゃないこれ。すげえ香りて。触覚がなんかすごいね。ビヨン。ビヨン。あとは最後に羽をつけまして、反対側もあの穴にね、後ろ羽を差し込みまして、すげえ。待って、これやばいって生きてるみたいじゃない？ガチで。この細かいさ、大表面の模様、造形。さすが 3D スキャニングじゃない？3D 撮影によるスキャニングがこの、葉っぱないクオリティを醸し出している。すごい葉っぱだな、ガチで。うわぁ、超リアル。これはもう、自然界で見つけるの結構苦労しそう。擬態してるもんね、完璧にね。で、真正面からのこのかっこよさね。シャー。いや、マジカマキリってほんとフォルムかっこいいね。改めてさ、今日見てみると、このかっこよさが際立っている今日も。ほら、かっこいい。フォルミーがやばすぎる。めちゃめちゃかっけえ。これがあの、丸胸、ね、カレアカマキリの、あれかな、ライトブラウンか。置いてみるとこんな感じ。これでさ、直にセッティングしても全然 OK なんだけど、台座があるから、もうこの台座使うとね、飛行形態みたいな、飛んでる姿にもできるんで、まずこう、台座をね、セッティングして、あと上のね、この支柱のこの、クリアパーツ、トラのアームの部分を取って、ここを外して、こんな感じにセッティングもできますよと。すごいね、躍動感がね。めっちゃ飛んだろ。ズルー！おー！芸術。まさに芸術ですよ。これがガチャガチャっていうのがすごいよね。正直これ一回500円のクオリティ超えちゃってるもんね。すごくない？これ。芸術すぎんだよ、マジで。すげえかっこいい。羽の開き具合とかもさ、これもモノホンだよね。すごい、さすが 3D、ほんと 3D だ。もうちょっと何回も、何回も言っちゃうけど、それほどすごいってこと、3D すごいね、スキャン。本物だもん、マジで。カモの感じとかさ、あと可動の部分もすごい本物っぽい動きしてて、かっこいいんだよね。さすがだ、もう一回1000円でもいいレベルだと思う、これ。かっこよすげえ。すごい。いや、カマキリがかっこいいからね。カマキリ自体がかっこいいから、まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどさ、それをクオリティね、高く作ったら絶対かっこいいじゃん。これは当たりガチャだね。第2弾。前回の予感もやっぱ種類も多くなってるしさ、なんか嬉しい。種類多くなってるのいいよね。1弾超えてきたな。これ今回な。で、次が、このカプセルに、まあ何が入ってるかわかんないけど、開けてみるまでは、パカリス仕事。今丸胸だったから次、ひし胸開けたいな。あ、オオカマキリかなこれ。あ、これオオカマキリだな。オオカマキリの腹部を見てみるに、腹部膨張かな。あ、これ膨張だな。腹部膨張バージョンだと思う。通常か。やばすぎるわ。あの大きさ、丸胸、カレハカマキリの大きさ、あれでしょ。このデカさ、めちゃくちゃでけえわ。さすがオオカマキリだな。全然デカさがいい。これ余裕で負けるぞ、あれ、対マンしたら。すっげえでっけえ。足も長いしね。めちゃめちゃ美脚。足がすっごい長くて綺麗で。色も綺麗だね、今回ライトグリーンのこれ。色目が真っ黒で。で、お腹が膨張してるバージョンだからパンパンに膨らんでんだよね。マジ生きてるみたいじゃないこれ、ポーズ。シャー！カマキリのポーズ。命宿ってるみたいだよね。いや、素晴らしい。あと、ほんと色気に入ったわ、今回のこれ。ライトグリーン。前回のさ、あ、ライトグリーンじゃない、ダークグリーンだ、ダークグリーン、これ、ダークグリーン。前回の1弾の時のカマキリちゃんたちのさ、色もすげえ良かったんだけど、今回のこのダークグリーン。いや、すげえ綺麗。あと目が真っ黒でいいよね。目が。で、この羽の開き具合ね、バーすげえ。腹部膨張してる感じもすごくいいしね。かっこいい。ご飯食ったばっかなんかな。丸まんま、針金虫も入ってそうだし、すごいよね、パンパンで。素晴らしかった、オオカマキリ。これが、今回のオオカマキリ、ダークグリーンバージョンであると。オオカマキリちゃんは、このスタンドに乗せないで、直に置こうかな。でかいからね。幅が広いからさ、地面に置くと迫力が出て。いや、めっちゃかっこよくない？生きてるじゃねえか、こいつも。命を感じる。動きそう、今にも。めちゃめちゃかっこいい。まあ、ディスプレイしてもかっこいいけどね、こうやってね。飛んでるみたいで。
着地の瞬間みたいな感じでめっちゃ迫力躍動感があるんだけど、オオカマキリでけえからな。そして次できればひしみねが見たい。ひしみね。じゃあ全部開けるか。全部開けてひしみね開けようか。あったぜ、見つけたぜ、これがひしみね。これがカマキリであると、ステルス機みたいでかっこいいよね、ここのね形が。ステルス機みたいで、うおーみたいな感じのこのかっこいいフォルミ。これがダークブラウンの方だ。さっきライトブラウン開封したけど、丸胸の方、これダークブラウン、めっちゃ色、うわ濃いな。さすがだわ、このダークブラウンの色の濃さ。ライトブラウンはすごいさ、あの白に近い色なんだけど、ダークブラウンすっごい濃いね。おー、形が違うな、ひしみねと丸胸比べてみると全然違うよね。こっちが丸胸のダークブラウンで、こっちがひしむねのダークブラウンと。やっぱひしむねの方が個人的にはちょっと好きかな。やっぱステルス機背負ってるみたいでかっこいいなと思って。しかしながらパッと見じゃほんと区別つかないよね、このカモのさ、ここの模様だってさ、同じポジションにこの黒い縞あるしさ、他あんま変わんないよな。ひしむね、丸胸、まあ、ここだけの違いなんかな。すごいね、ここだけが違うんだな。あとがすげえ似てるもん。やっぱ種類的には、まあ同じカマキリなんだけどさ、枯葉カマキリっていう同じ部類の枯葉カマキリに入るんだな。ここだけだもんね、違うのね。あと違うとこないもんな。馬以外にこのカマのこの黒、これなんでここに黒いの意味あるんだ。あ、腕広げた時に目に見えるとかかな。でかい生物に見えるもんね。なんか目に見えない、こう威嚇のポーズ取った時に、まあそんな感じの理由だろうな。で、あ、そうだ、この大カマキリのカマね、俺逆につけてた。あのね、付節がね、こっち側、ここ、あの外側に来るようにカマつけるんだわ。俺中側に来るようにつけると思ってつけたんだけどさ、よく見たらね、最初からついてこの枯葉カマキリちゃんたちね、外側についてるから、この付節、この足の先の部分ね。だからあっちが正しいセッティングの仕方ということで、あとは残りのカマキリちゃんだね。最後のひしむねカマキリのダークブラウンからのライトブラウンであると。色的にさ、ダークの方がかっこよくない？ダークブラウンの方がちょっと好みかな。いやでもライトもいいな。ブラウンっていうか、なんかイエローに感じるんだよね、こっち。イエローボディ、これはこれでかっこいいよな。で、大カマキリのダークグリーンであると。これもなんかダークグリーンつかライトグリーンって感じしない？薄くない？この色ダークなんだね。深い緑のなんかライトグリーンって感じするけど、これがあのお腹が膨張してないっていうかさ、あれこっち膨張かな、こっち、あっち膨張してないの？やっば、マジでか、ごめん間違ってた。最後に開けた子が膨張だった。こっちでもパンパンだと思ったんだけど、さらにパンパンだったわ、こっち。ガチで、これでもパンパンに見えたんだけど、さらにパンパンだ。こっちは膨張バージョンだね。まあ、それ以外の、あの、違いはないんだけど、お腹が膨らんでるか膨らんでないかっていうね、そこだけの違いで、2種、ラインナップしておりますと。このダークグリーンの大カマキリね、こっちが膨張で、これね、こっちが膨張。で、こっちが、普通のノーマルバージョンということで、丸胸、枯葉カマキリの、ダークブラウンとライト、これ飛んでる方がライトブラウンなんだけどさ、色どっちがいい？みんな、ライトブラウンとダークブラウン。俺ダークの方が、いやー、でもイエローボディだ、こっち。ほんとなんかイエローボディに見えるんだよ。イエローボディかっこいいよな。俺レッドボディとかイエローボディ好きだからさ、イエローがこう飛んでる躍動感もいいしね。いや、かっこよかったな。丸胸、これが丸胸、彼がカマキリ今回のね。でも俺丸胸よくさ、やっぱステルスキー背中に搭載してるみたいなさ、背中のさ、これステルスキーやっぱかっこいいわ。ひしむね、枯葉カマキリ。俺どっちかって言うとね、こっちの枯葉カマキリの方が個人的には好きだね。ステルスカマキリみたいでさ、こうシャッ。やっぱカマとか、あの基本的なフォルムはもちろんカマキリだから大差ないんだけどさ、やっぱりこの背中のステルスキーがたまらんね。これが今回の、いや、かっこよかったな、ひしみね、枯葉カマキリ。でも、こっちが防御率は高そうだよね。背中からのさ、範囲が広そうだから、防御率は高そうだけど。でも、フォルム的にはやっぱ、ひし形の方がかっこいいんじゃないかなと思うわ。どっちも枯葉カマキリ。まあ、同じだけどな、ほんと、ほんと枯葉だもん、どっちも。どっちも、枯葉。すごいわ、この赤くれのカマキリで。かっこよかったな。そして次が、もう、デガサが団地。もうね、ガタイが怪物。ギリ乗ったなぁ、ギリ乗ったわ。いや、デカすぎ、やっぱ。王か、まあ、さすが、名前に王がつくだけあって、超でけえな。これやっぱガタイ系一番興奮すんな。王カマキリ。次回の動画は第1弾のカマキリも全部持ってきて、全部いっぺんにディスプレイしてみる。すごい迫力になりそうじゃない？今回の6プラス5だから11個。
11個もここ、うわ、すげえだろうな。カマキリ対戦だわ。あと自分のね、あの好きなようにディスプレイできるからね。こう、スタンド使ってもよし、スタンド使わないでもよしと、自分の好みのディスプレイを、このカマキリで楽しむと。いうことで、最高のカマキリガチャでしたと、今回も、次のまた第3弾でね、お会いしましょう。楽しみだね、第3弾。あと、その前に1弾のね、あの 2.5 っていうことで、パート 2.5 っていうことで、1弾だと合わせてさ、並べてみたいよな。いや、やっぱ、大カマキリかっこいいな。見て、このデカさ、堂々とる体育。勝てねえだろうな、このちっちゃいもんね。大カマキリすごいでけえ。しかも超リアルで、よくここの釜の部分とかね、すげえリアルじゃない？これマジオオカマキリの釜そのまんまだよね。さすが 3D だわ。スキャニング 3D 撮影素晴らしかった。あとはタガメも来ること、何回も前回の動画でも言ったけど、タガメ来ないね。なかなかこのガチャで生き物大図鑑もうそろ来るかな。タガメ早く来てほしいわ。タガメ来たらもうハイライト、人生の俺のハイライトなんだけど、なかなかタガメが来てくれないんだよ。いや、かっこいいな。タガメ、ゲンゴロウとかもね、水生昆虫がすげえ楽しみだわ。それでは、また次回、カマキリ全員集合、バイバイである。だれー、カマキリ軍団降臨。かっこいいね、たまらんわ。ダークブラウンとライトブラウン、ダークグリーンのこの色のさ、コントラスティングも最高だったな。かっこいい。でもやっぱ、オオカマキリが一番強そうだけどね。それぞれイケメンなんだけど、オオカマキリでかすぎ。超でけえわ。さすがのガタイだった、オオカマキリは。